んこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード7、2周目では、続きをやっていきましょう。ヘイマーガレット戦ですね。ちょっと行く前にキーピックを1個取り出しておきましょう。そういえばキーピックが1個あったんで、確か上位欄が入ってましたよね。1つだけでいいでしょう。よし、これでヘイマーガレットと直接対決。こっちから行ってガシャーンと。で、2階から登っていって、まずは上を探索と。あれ、どっちだ？お。めちゃくちゃ声するね。ハーブ、ハーブで。ここ、ハーブが栽培されてたんだ。で、ここをキーピックで開けましょうと。ジョイダン2。分離剤はどうすかな？いるかな？分離剤自体がそもそもいらないからね、今のとこ。ちょっと置いとこう、これは。固形燃料か。固形燃料はな、一応持ってこう。ジョイダンの弾の材料になるからね。で、一旦下に降りて、まあ、割かし明るいね、やっぱり。で、そこからここの箱を取りましょう。で、これはちょっとめんどくさいけど、ナイフにして切ると。で、ショットガンの弾をゲットして、あとバーナーにして、まずはこいつらをちょっと焼き払う。おっと、こいつらマジでちょっと炙れば倒せるからね。で、こいつらもちょっと炙りつつ、ほいほいほいっと。あとこれか。で、開けて、ショットガンの弾と薬液強化。ハーブがちょっと多すぎるね、やっぱり。ハーブを使う必要がない。マジか。じゃあ薬液強でも置いておくか、ここに。で、マーガレットが出てくるから、これは、2発くらい打ち込めるかな、これにしておけば。で、またいつものポジションを取りましょう。さて、これで1個。ここら辺で来るかな。見て、当たった。人。ちょっと、あれか。くそー。当たっちまったぜ。で、これはちょっともう、グレランを装備しよう。で、下に降りて、いつものこの場所。安定のこの場所。さて、どっから来るかな？明るいから、それなりに見やすいと思うんだけど。グレランを撃ったら、弾の補充に時間がかかるんで、そこでショットガンに持ち替えよう。どこだ？まだ来ないか。ん？ん？どこだ？来たか。セットオン！発射！で、この距離については狙う！どうだ？ほら、どうだ？当たってるね。ほら！さて、このままくたばれ！ほら！ほら、外した。どうだ？さて、今のうちにグレラもセット。次来たときに。ここに虫がいるんだね。よく見たら。気づかんかった。虫の巣を産んでるはずなんですよね。ただまあ、ここは町で行きましょう。追うより。いないか。
モン。オラオラオラ、これはもう狙ってここあっち行ったか。グレランセット、ちょっと待ってね、どこにいるんだ。あっちにいるな。来るか来ない、倒した。いやまだか。ちょっと待ってね、これをね狙うのが難しいんだよね。どうだ、ほらほら、しぶといね。やるな、結構使ったな。どうする、これはもうちょっとショットガンで攻めるか。36発あるからね。こっちから来るか、違うな、あれだった。どっから来る、いないね。これ結構長期戦になるな、やっぱり。ん、どこだ、待って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 、ん、どこだ、声はすれど、いつの間に来た。ん、どこ行った、こっちか。ほらしっかり弱点を狙わないと。あれか、倒した、倒したね。よし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 、時間はかかったね。これ以上持てない使おう、よいしょよいしょ。今使う必要がない、ステオンもこれ全然取れねえじゃん。そしたらとりあえずここを、あぶる必要すらない。薬液か。競争弾が一発か、どうすっかね。競争弾もったいないっちゃもったいないかな。固形燃料でも欲しいよね。グレランがやっぱり邪魔なんだな、結構でかくて。ショットガンの弾が30発か、もったいないけど、ちょっと2発使おう。で補充してこれなんて贅沢な使い方してるんだ。で待ってよ、薬液強を先に取りたいよね。ここら辺のアイテムってさ、無理にでも取る必要もないか。バーナーの燃料はマジでいらん。鍵外して、で、こっち側に出たんだっけな。そう、こっち側に出て、で、これはここか。薬液の強を取って、これとこれを合成して上位段で、こっちから来たのか。でこっちで、ちょっと薬液はいらない。まずは固形燃料が最優先。これなんだっけ、ハーブもちょっと今のところいらないな。でナイフに切り替えて回復薬か、ちょっと回復薬もいらないな。薬液、これはバーナー、ここはショットガン、まあ、こんなもんか。ガンパウダー的なものは欲しいけど、そこら辺はなしかな。じゃあアイテムはいっぱいあるんで、このまま外に出ましょう。で、ここにもこれハンドガンの弾か、持てねえな。まあ持てなきゃ持てないでそれでいいや。鍵外して出て、さてちょっとやっ
ぱりアイテムボックスには行きたいと。で、アイテムボックスに行って、もうちょっとグレランは置いておこう。で、こっちのこっちで、これでだいぶ空いたね。ショットガンの弾はまあ一応取っておいて、ランタンも持っておくでしょ。そうすると、薬液鏡は結構あるか。大丈夫そうだね。固形燃料は置いておこう。よし、じゃあ戻りましょう。ハンドガンの弾は意外にない。ああ、もういらないか。もう虫出てこないっけ。まあいいや、ちょっと終わるまでは持っておくか。基本はショットガンで大丈夫かな。よし、降りよう。ぴょーんと。すげえな。最高。急げ急げ。で、このまま上に出て、迷いがないよな、こいつの動きには。もう俺はもう迷わん。信じた道を突き進む。おお、何の音だよ、まったく。で、ランタンだね、ランタン。これでここが開いたと。で、まあ確かに暗いは暗いよな。いくら明るくしてるとはいえ、こういうところには何か入ってたっけ。特に入ってはない。おお。で、これはマイファミリー。あれ、ボール蹴っ飛ばしちゃったかな。靴がいっぱい。おお、こうやってさ、逆にさ、明るいのもちょっと怖いよね。で、あとはここ何か言ってたっけ。あ、そうだ、これだ。で、これ何の、あ、これ船が壊れたっていう絵か。なるほどなるほど。この絵がね、全然分かんなかったんですよね。で、人がうわーってなってるっていう、そういう絵か。で、ぬいぐるみちゃんは確か関係なかったよね。で、こっちに行って。おお、こんなんあったんだ。全然気づかなかったな。ここら辺は開けておこう。こっちとかなんかすげえ行けそうな感じになってるけど。まあ一応もともと部屋があったんだね。行けないけど。前は暗くて全然わかんなかったな。で、一応これ読みましょう。彼女に何かが起きている。特になし。しまっちゃったよ。そういう仕掛けもあったんだ。で、ここに石仮面があるのか。で、先へ進もうとすると、ちょっと一回消えるんだよね。ん?みたいな。関係ない、俺には。こっちに来ないで。知るか。俺は行くぜ。なんかあったっけ、そういえば。なんもない。ああ、なんもないか。ほら。で、ここが、ベッド。で、あ、ここにあるね。で、一応ちょっとこれを見ましょう。裏側。で、それが、ここの、くぼみのことですと。で、D 型被験体がいますねと。さて、取りましょう。こいつは D 型まで行ったってことか。D003 だからね。003だったっけ?マジかよ。多分これだな。D002 か。ありがたく。おお、いるね。貴様、何者だ。
ここもなんか書いてあるね。ちょっと待ってね、こっから出てくんだよな、あとは。ほら、ちょっとあれか、何、生きてはない。さて、俺の行く手を阻むものは全員叩く。ここで一体出てくるか。来たね、ヘッドショット。もう一匹、ここだっけな、どっかにいた気がするな、隠れてたんだよな。ここか、ここだ。おら、ウデマン、こいつもしや。ちょっとウデマンは強いからな。よし、突破完了。で、電話だっけ。電話だね。腕はあった。あったあった。ああ、見つけたよ。本当にこれで結成を作れるのか。大丈夫、結成を作ったらここから逃げよう。一緒にトレーラーで待ってるよ。分かった。よし、トレーラー行きましょう。一応これ上から行くか。今ここなんかあったわけではないか。さあ、トレーラーへ向かえ。こいつもめっちゃ走ってるよな、常に走ってるからな。スタミナはあるよね。俺なんてさ、走ってもすぐ疲れちゃうからね、すぐ息切れをね起こしちゃうんですよ。よいしょよいしょ。はーい、戻ってきたぜ。で、電話と。おい、どこにいるんだ。いや、まあいい、あとはお前が持ってる頭だ。これでミアが助かるんだろう。やばい、もうお前に教えといてやるよ。ゾイのやつはな、今ちょっくらお休み中なんだ。ミアと一緒に俺んとこにいるからな。まあそう心配すんなって、二人とも仲良くやってるぞ。今すぐ二人を離せ。どうするつもりだ。そんなこと教えねえよ。そいつは俺たち家族の問題で、お前には関係ねえことだからな。わかんだろ。いいか、この頭が欲しいなら俺んとこまで来てみろよ。そしたらくれてやってもいいぜ。ただその前にお前にやってもらうぞ。ちょっとしたゲームをな、お前のために考えてやったんだよ。ゲームだと。ああ、そうだ、ワクワクするだろ。そう焦んなって、ゆっくり楽しませてやるからよ。まず最初にやることを言うぞ。相棒、そのトレーラーの冷蔵庫の中に何が入ってるか見てみろ。ふざけやがって。おいおい、なんだよ、しらけさせんのか。もっとゲームを楽しもうぜ。いいから、とっとと冷蔵庫見やがれ。よし、望むところだ。保安官、地下の解体室でポリコーが待ってるぜ。よーし、じゃあ行くか。その前に例によって、もうガスバーナーはさすがにいらないから預けて、その代わりにグレランを持ってきましょう。で、ジョイダンは4つで、ガンパウダー1個持ってって、弾を手に入れた瞬間ガンパウダーと合成するか、どうするかな。まあでもとりあえずはこんなもんで大丈夫でしょう。基本はもうグレネードランチャーだな。よし、ポリコーのところへ行こうか。急げ急げ急げ。ほい。で、こっちで、地下から行きましょう。そうか、もうここのあれを開けちゃっていいかな。キーピックが1個あるはずなんで、このキーピックを取り出して、ここを開けて、
よいしょ。で、ハンドガンの弾と。で、ただハンドガンの弾はまだ5個しかないから、もう5個たまらないと、作れないんで、D 型被検体の腕はもう1回置いていこう。さすがにまだいらないんで。よし、こんなもんかな。OK。では、地下へ行きましょう。で、どうなってんだっけ？めっちゃ暗くなってんだっけ？で、めっちゃヘドロになってんだよな。で、ただ新しい敵は出てきたっけな。ここら辺は出てきてなかったとは思うんだけど。おお、そうだそうだそうだ。エイブリンがここにいるんだ。先へ進んで、で、ここか。ここはちょっとグレラに持ち替えよう。で、出てきた瞬間にぶっ放す。ほら、あいうちか。やるな。確実に俺も燃えたっぽいけどな、今のは。さて、で、ここのイベントをやると多分モールデッドが出現するんだよね。あれ、これ薬液ちゃんもしや。薬液だね。こんなとこにあったんだ。足を調べて、死後硬直しているのか、関節は固まりピクリとも動かない。甘ったるい匂いが鼻をつく。すでに腐敗が始まっているようだ。で、ヘビの鍵と。そいつを持ってれば2枚の基板を探すのに役に立つぞ。で、基板があれば楽しいパーティーに参加できるってわけよ。まあせいぜい頑張んないさ。 OK。 で、ちょっと開けて、モールデッドがね、来るはずなんだよな。少し待つ。まだ来ないか。外に出ないと来ないかな。こっちいるね。来たか。後ろに2体もいるのか。なるほど。これはちょっと街で行こう。ほら、確実に破壊していく。ほら、しまった。外したか。まだ頭部が生きてるからな。で、こっちは大丈夫か。来た、逃げろ。で、下にね、ガンパウダーがあるんだけどね、どうすっかね。ほら、一撃必中。ここのガンパウダーはもらっておこう。で、鍵開けて、で、またここもな、ちょっと出てくるんだけど、一体一体確実に対処していこう。さてさてさて、ここいない。ここ開けたらいるんだ。しまった。ほら、あとはここら辺から出て来ないか。 OK。さて、アイテム的にはガンパウダーは預けておきましょうかね。ヘビの鍵はまだ使うんで、グレネードランチャー、ハンドガンの弾、競争弾、うん、大丈夫だね。さあ、このままどんどん進んでいこう。で、そうか、またここもモールデッドが復活してんだよね。ウデマンだね。ウデマンはな、マジ強いからな。確実に至近距離に詰めて倒す。てか、どっかからもう一体出てこなかったっけ。あ、いたいた、こっちから来たのか。ほら、 OK。 さて、それから、まずはこっちだな。10時15分だっけ。もう時計のね、あれも覚えとかないといけないからね。さて、開けて、で、エブリンがいるんだよね。
エブリン早いな、ここに来んの。ハンドガンの弾よし閉めて、あとこれか、開けてキーピック、ハーブとかなんかあんまいらないかな。でこれは、ジャック海兵隊入会記念で、この中は特に何にもなし、開けてリュックサックをゲット、よっしゃこれでだいぶ楽になるね。お宝写真で、このお宝写真はもう邪魔だから速攻捨てるあぽいっと、俺はもう覚えたぜお宝のありかをみたいな。でグレラン、グレランはもう持ってっからね、ハーブいらない。ここは特に何にもなしと。で石仮面がいっぱいあって、うりーって叫びたくなるけど、じゃあまずはこれを調べて、すべての時計と同じ時に10時15分だったよね。よし、OK。で、そう、これ下に行くとね、閉まるんですよね、多分。動画見返してて思ったんですけど。ほら。どういうシステムだよ、本当に。で、まあ、先まで行きましょう。あれ、なんか、そういえば、ここら辺って人形みたいなのあったんだっけ、なかったんだっけ。なんかどっか降りたら振り返ってどうのこうのっていうのがあったんすけど、ここじゃないかな。ちょっとエブリウェア人形のありかを調べます。あ、ここじゃなかったっすね。じゃあそのまま進んでいきましょう。もう一個の子供部屋の方だ。まあ、エブリウェア人形全部破壊したとしても、そんなにいいものが手に入るわけではないので、まあ、逃したら逃したで、それでしょうがないんですけど。ひどい匂いだ。で、ただこれ集会でね、引き継ぐみたいなんで、本当に一回で全部壊さないといけないかっていうと、まあ、そうでもないみたいなんで。よし、競争山ゲットした。で、基盤赤、さて、で、ここはまた、突破しないといけないところなんで、開けて、さて、どっちから帰るかだよな。出てくるやつはとりあえず撃ってシカトしていくか。そういうわけにはいかんか。よし、このまま逃げよう。おお、逃げろ。とにかくダッシュだ。もう一匹いたっぽいよね。まあでもこっちまでは来ないんで。よし、OK。電子基板の赤は今のところ預けておいて、キーピックも預けていいでしょ。で、これは次のところへ持っていかないといけないので、じゃあ今回はこんなもんにしますか。じゃあ次は、電子基板の青を手に入れるために、やっていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。